チャンネルです。今日はゼリーを作ってみよう。はい、ということで今日はちょっと面白いゼリーを作ってみたいと思います。まず用意するものはこちらの独特な色の青い液体です。これは液体なんですよ。で、あとは熱々のお湯とこちらゼラチン。まあゼリーを作るには絶対このゼラチンが必要です。で、あとはまあちょっと後で出てきますが、こちらのサメの形をしたゼリーです。で、これなんでグミですで、これなんでサメの形かっていうと、この今日使うお皿がこういう風にちょっとこう浸かるとサメがこうの角エラがこう出てるようになるみたいなお皿なので、ちょっとこれを使ってゼリーを作っていきたいと思います。まずはこちらですね、一番大事なこちらの液体をこの中に入れていきたいと思います。よいしょ。はい、できました。こんな感じでちょっといい感じ、なんかちょっと海っぽくなったね。はい、で続いてはこの大事なゼラチン、こちらを温かいお湯に入れていきたいと思います。よいしょ、入れます。よし、で混ぜていきます。あ、なんかもうねドロドロしてきた。いい感じ、いい感じ、いい感じ。よしよしよし。これなんかもしかしたら時間との勝負みたいなとこあるのかな。やばいよね。あ、なんかね、ほらちょっとドロ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 してます。はい、でこれを、こちらのこの青い海の中に入れていきたいと思います。こんぐらいだろうね。よし、入れていきます。これまんべんなく入れないと多分やばいと思うので。よし、いきますよ。まんべんなくゼリーになるようにこのゼラチンを均等にやりたいと思います。これをこのまだね、もう普通にこう水なのよ。普通にトロトロもあんまりしてないただの水を、これを固めたらゼリーになるということで、初めてゼリーとか作るからね、ちょっと楽しみやけど。よし、こんぐらいかな、いいかな、大丈夫かな、こんな雑な感じでいいのかな、分かんないけど大丈夫かな。はい、で今からこちらのこいつが登場します。この人をこの中にねポチャンと入れたいと思います。おちゃん、あ、沈んだ、いい感じ。はい、でもう一匹、4匹入れた方がいいかな。ちょ、いっぱい入れる、いっぱい入れた方がいいかな。全部使っちゃう。よいしょ。はい、ということでこの状態で固めていきたいと思います。冷蔵庫に入れます。はい、行ってきます。すごいね、あの液体がこんなに冷蔵庫に入れただけでこんなにきれいに固まるとは。見て、中にね入れたサメもちゃんと泳いでおります。はい、ということでちょっと食べていきます。いただきます。あ、硬い。あ、すごい。見て、なんかプリンってしてる。あ、いい匂い。なんかゼリーよりちょっと固め、ソーダ味、おいしい。なんかめっちゃ固い。あ、すごい。なんかねサメのゼリーを入れたいんけど、それも一緒にゼリーになっとるから、なんかサメの状態で食べれない。意味わかるかな。うまい。で、こんななるとね、
ゼリーってこんな簡単に作れるんや。はい、ということで今回の動画はゼリーを作ってみた動画でした。バイバーイ。甘い、ちゃんと猫にね、こういうデザインもあって。